おはようございまーす。はい、ちょっとね、さっき RRR のやつ撮ったからアゲです。アゲ次は、はい、ゆるキャラ逆算クイズ。おお、よくわかんない、理解できなかった。今回タイトルではゆるキャラ逆算クイ クイズ。ゆるキャラはゆるキャラですよね。はい、逆算、全国にご当地ゆるキャラみたいな、いっぱいいるじゃないですか。いっぱいいる、いますよね、うん、もう知らない、すっごい数、正直そう、知らないのも全然いる。キャラクター設定を教えます、うん、ほう。なのでどんなキャラクターなのか推理して書いてください、うん、見た目を。はい、はあ、なるほどね、なるほど、そういうことか。はい、それこそこの間、うん、あの里山里海ムーブメントで、はい、タイミー、ああ、で三重県の南伊勢のね、うん、顔はみかん、体はタイ、はい、お腹はハート、はい、そうみたいな、こう特徴伝えるので、名札がね、明朝体なんですよ。そこ押せるポイント、タイミーね。え、タイミーの場合だったら、その何、設定は何なんですか。顔はみかんで、うん、体はタイで、お腹はハートで、みたいなことを伝えて、で、あの、そうか、街をこういう PR してますよみたいなことか。いや、でもなんかそんな複雑なデザインのゆるキャラって見たことないから、セント君ぐらいじゃないですか、後にも先にも。最初のゆるキャラこちらです。べっぴょん。べっぴょん、大分県別府市、ああ、別府市宣伝部長のべっぴょんです。温泉が大好きで、趣味の温泉巡りを別府で満喫しているぴょん。キュートな前髪と長い耳は温泉マークのような湯煙型、尻尾は別府の湯の花でできているんだよ。好物は蒸した人参。耳と前髪が湯煙型。耳も湯煙ってどういうこと？キモくないですか？待って、ちょ、なんかこういうことか。でもピョン、あ、待って、ピョンって言ってる語尾、耳ここじゃないぞ。しかも人参だ、人参がこう映ってた、でピョンだ、待って、こうだ、できました、これがべっぴょんです。なんかいそうじゃない？いそうだけど、書き終わってからここ着ぐるみとかでどう表現するのと思いました。うん、こちらです。あー、もっと可愛い、あ、うわ、なるほどね、うわ、1個で表現してたんだ、前髪も耳も1個で湯煙になってんだ。あ、でもタオルかけてる。すごいです。 1,2 そう、3本で湯煙か。いや、でもかなり近いんじゃない。私ちょっとこれ、この企画センスあるかもしれない。うわ、嬉しいな。つがるちゃん。つがるちゃん、青森県津軽市のですよね、ブランド農産物である米、リンゴ、メロン、スイカ、トマト、ネギ、ごぼう、長芋。おいおいおい、もう一回言いますか。米、リンゴ、メロン、メロン、スイカ、スイカ、トマト、トマト、ネギ、ネギ、ごぼう、ごぼう、長芋、長芋の8品目を、はい、全身にまとった。全身、全部、はい、全部まとってる。全身にまとった田畑の妖精です。田畑の妖精、うん、皆さん応援よろしくお願いします。あ、少な、情報少な。妖精、田畑の妖精、少な、はい、津軽ちゃん公式プロフィール、うん、性別女の子です。あ、女の子。身長秘密。秘密、あ、なんやねん。体重内緒。あ、なんやねん。足のサイズなどその年の天候、作柄によって変化。あ、田畑だからね。そっか、田畑だからいろいろ秘密なんだ。はい、妖精だからワンピースとか着てると思うんだよな。ステッキみたいなの持ってて、それがネギなんだと。つがるちゃん、できました、じゃん。おー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 、発想は合ってんじゃない。はい、かなり近いですね。マジ？はい、見たい。正解、こちら。あー、そっちね。なるほど、ガラタイツなんだ。人間なんだ、基本は。
いや、妖精ですよ、妖精。あ、妖精か。妖精だけど、その人間の体なんだ。その、私みたいな、その、なんか、キメラみたいになっちゃったんで。あれ、トマトはボタンか。あ、でも発想近かったかも、結構。いや、近いですね。惜しい。惜しい。あと、羽生えてないんかい。ラストです。お、完全な正解を出したい、ラストで。次の問題、こちらですね。コメナルド、画伯。コメナルド、はい、画伯。福島県会津市、お米の妖精、わしはコメナルド画伯。わし、うん。体はお米。体はお米。口とおひげは椎茸。え？口ひげ、口アンドひげ、椎茸。腕はキュウリ。え？帽子はトマト。は？尻尾は四つ葉のクローバーですぞ。おう、アスパラガスの筆で会津の未来を描きますぞ。画伯だ。みんなの応援待ってますぞ。うん、待って、全然米以外の要素めっちゃあんの、怖。まあでもね、顔の情報がね、口とひげが椎茸としか言ってないんだよな。体が、体お米って何？あと腕きゅうり、腕きゅうり怖いんだよ。なんか尻尾は四つ葉のクローバーですぞ。ですぞ。うん、口調も怖い。で、アスパラ筆。待って、帽子は、あ、絶対そうだ。絶対ベレー帽だ。ベレー帽みたいなトマトの帽子で。うわ、なんか、わかんない。メガネかけてそうだな。体お米が超キモくなってるんですよ、今、私の絵の中では。もっと人間っぽくないとダメなのに、体お米がすごいキモいことになってる。福島でしょ。他の要素とかも入ってた、なんかハワイアンの要素とか入ってたりしないのかな。でもこ、体お米キモ。私のデザインだと体お米キモい。行ってみます。はい、もうでもヒント多かったです、ほぼ正解。コメナルド画伯、こちら。おっす。あー、そう、だって画伯。あと、わしはって言ってたんで。いますよね。見たことある。あるでしょ、いるでしょ、この系統のゆるキャラも。いますね。こちらです。うわっ、そっち。そっちか。全然違うじゃん。米そのものだったんだ。トマトベレー帽にしたのはめちゃくちゃ正解でした。画伯なんで。足キモいな。これキモい。これめっちゃキモくないですか。スニーカーですね。私が描いたコメナルド画伯、はい、ごめんなさい。コメナルド画伯、とっても可愛かったです、本物は。どうでしたか。いや、でも楽しかったです。コメナルド画伯が最終的にそうなる前、一回ここ通ったと思うんですよ、やっぱ。そのブラッシュアップされる前を描いた感じがあるんで、ちょっと各市町村、特に三重県の、自治体の皆さん、一回ゆるキャラ会議に私を呼んでみてはどうでしょうか。原案は出せるかもしれません。はい、ぜひ、なんかこいつ呼んでみようかなと思った方は、ヤムエンターテインメント株式会社の方にご連絡ください。